無事のようだな。元の場所まで戻れるのか。この辺の洞窟はアレノスみたいに入り組んでいるから、それにセフィロスさん一人姿が見えないけど、確かに青い人一人いないよ。冷たいようだが探している時間はない。さあ戻れないなら先へ進むぞ。ここからは一緒に行動する。これ戦うんじゃない、もうエンカウントするんじゃない、やっぱり激強のセフィロスさんと一緒ですね。クラウド歯立つんでしょうか。うわーね、強いっつ、かわいそう、ね、強い、何にもしてない、なんかこう圧倒的力の差を見せつけられるだけの戦闘、しかも経験値も何もないじゃん、もうかわいそう。クラウド回復してあげて、もうこれで死ぬでしょもうかわいそうだよ、バッタにやられてるじゃん、強アイテム何も使えない、もう死んだ状態で引き連れていくのね。セフィロス、あなた冷たいぞ。今の敵のエンカウントの仕方、とりあえずクラウド殺しとこうみたいな感じだったけど、これは不思議な色の洞窟ね。ほんとね、魔法エネルギーだな。この山は特にエネルギーが豊富なのだ。だから魔法炉が作られた。そうなんだ、なんかもう枯れてる感じしたけど、山の感じ、魔法炉が作られて、あ、なんかチカチカして枯れた感じなのかな。おう、もうクラウド死んでまーす。セフィロス勝手に戦ってくれるから。あ、生き返らせてくれたどうせ速攻で死ぬから、もうやめてあげてよ、もうダメじゃん。しかも全然攻撃食らわないし、分かったよ、もうセフィロスが強いのはすごく分かりました。でも戦って、戦って、死ぬから、クラウド一発で。圧倒的力の差、この3264ぐらいないと最終的な決戦には勝てないんでしょうね。うわー、なんかもうよし、めちゃめちゃ迷う。あ、綺麗、これがマコールのエネルギーみたいになってる。綺麗な、綺麗なっていうか、そういう力の源なのかな。これは魔法の泉、自然の脅威というやつだな。こんなに綺麗なのに危ないのかな。綺麗な感じだけど、近づいて大丈夫なの。このままマコールがエネルギーを吸い続けたら、この泉も消えてしまうのね。なんかある、マテリアだ。魔法エネルギーが凝縮されるとマテリアができる。へえ、そうなんだ。天然のマテリアを見るなんてめったにない機会だ。そういえば、どうしてマテリアを使うと魔法を使うことができるんだ。そんなことも知らずにソルジャーをやってるのか。マテリアの中には いわゆる古代種の知識が封じ込まれている。大地、星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結びつけ魔法を呼び出すと言われている。難しい魔法、不思議な力だ。そうね、ははは、は、何か変なこと言ったか。ある男がな、不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん、魔法なんて呼び方もダメだ、そう言って怒っていたのを思い出しただけだ。誰だろう、誰だそれ。神羅カンパニーの北条、おー、あの実験とか言ってた人ですね。偉大な科学者の仕事を引き継いだ未熟な男だ。コンプレックスの塊のような男だな。魔法の泉、この中には古代種の知識が入っているのね。難しいな。結局なんか変なモンスターがいっぱいいることの調査に来たんだよね。爆発にしに来たとかじゃなくて。趣味悪いな、なんか。もうめっちゃこの5年ぐらい、5、6年前ぐらいの段階で、カレカレの感じなんだけど。
この上に入るしかないのかな。お、マコールってこんな感じなんだ。着いたわ。随分遠回りしちゃったけどね。ティファはここで待っていてくれ。危なくない？私も中へ行く。見たい。この中は一般人立ち入り禁止だ。シンナの企業秘密でいっぱいだからな。でもお嬢さんは守ってやれな。うん、怒ってる。もうブスか。しっかり守ってね。かわいい。あ、これ魔鋼炉の中の音楽だ。うわ、入り組んでるね。どっか行ける？行ける、ね、おお、飛んだ。お、場所によって結構魔鋼炉って、結局魔鋼炉って何個あるんだろうね。なんかここさ、親父さん死んでたとこじゃない？そんな気がするんだけど。ティファパパがもうなんかエヴァみたい。シトルできそう。ジェノバ、なんだろう。ロックは開かないか。ジェノバ、お母さんの名前でしょ。動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れているんだ。クラウド、バブルを閉じてくれ。バルブ？閉じた？この家開かないの？なぜ壊れた？モンスターが入ってきちゃったんじゃないの？覗いてる。分かったよ、北条。でもな、こんなことをしたってあんたはガスト博士にはかなわないのさ。これは魔鋼エネルギーを凝縮してさらに冷やすシステムだ。本来はな。さて、さらに凝縮すると魔鋼エネルギーはどうなる？マテリアにはなるんじゃないの？そうだった、マテリアができるんだな。そう、普通ならな。でも北条はこの中にあるものを入れた。見ろ。何？え、何？見れないよ。窓から中を覗いてみろ。ジャンプ。何？おお、何これ、怪物。びっくりしたね。これは？お前たち普通のソルジャーは魔法を浴びた人間だ。うん、一般人とは違うが、それでも人間なんだ。しかしこいつらは何だ？お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔法に浸されている。人間なの？これがモンスター？そうだ、モンスターを生み出したのはシンラカンパニーの北条だ。どういうこと？魔鋼エネルギーが作り出す異形の生物、それがモンスターの正体。普通のソルジャーってあんたは違うのか？笑ってるの？おいセフィラス、まさか。え、どういうこと？俺も？はっ、どうしたの。俺はこうして生み出されたのか。え、でも違うでしょ、古代種でしょ。どうしたの。落ち着いて。俺はモンスターと同じだというのか。セフィロス、すごい強いからってこと？お前も見ただろ、こいつらの中にいるのはまさしく人間だ。人間なの？人間、まさか。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。え、じゃあこういう風に生み出されたモンスターってことなの、セフィロスは。え、でもこれは絶対人間じゃないじゃん。セフィロスは見た目ただの人間だけど。俺は人間なのか。セフィロスは人間じゃないの。セフィロスが何を言ってるのか、その時の俺にはよくわからなかった。俺は何よりもシンラカンパニーがモンスターを作っていたということにショックを受けていた。そうね。クシンラメ、ますます許せねえ。あの魔鋼炉にはそんな秘密があったのね。これからのクラウドの話はじっくりと聞く必要があるな。そうではないか、バレット。なんで俺に話を振るんだ。セーブして一息入れよう。そうね、セーブして一息入れよう。
ちょうど同じこと思ってました。 ありがとう。ねえ、ティファ、あなたはずっと外で待っていたの？確かにね。結構な時間経ったのかな？ええ。俺たちはニブルヘイムへ戻った。セフィロスは宿屋にこもり、誰とも言葉を交わそうとしない。そしていなくなったのよね。そうなんだ。セフィロスが見つかったのはニブルヘイムで一番大きな建物。村の人たちは死んだ屋敷と呼んでいたわ。私たちが生まれたところはもう空き家になっていて、昔その屋敷はシンラカンパニーの人間が使っていた。これ教えた人だよね。教えた人っていうか、弟子とか言ってた人。あ、ここか。入れなかった屋敷ね。セフィロスはここに来て、自分の正体が人間じゃないかもしれない、謎のモンスターかもしれないっていうのを知って、動揺してるっていうか、受け入れきれてないっていう感じなのかな。セフィロスさんの姿が見えないんだ。確かこの部屋に入っていったの見たんだけど。そうなの？ああ、でも確かに誰もいない。ベッドはあるけど、全部つながってるんだ。あら、どこにもセフィロス本当にいない。いなくなったって言ってるってことは、結局いないのかな。いないことが正解なの？いや、いないもんね。あ、何これ、開いた。え、地下？何ここ？怖っ。何これ。なんかもう魔術部屋みたいなとこいる。セフィロス、2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。X 年 X 月 X 日、ジェノバを古代史と確認。X 年 X 月 X 日、ジェノバプロジェクト承認。マコール1号機使用許可。ジェノバって、セフィロスのお母さんと言ってるのは、その古代種っていう、俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト。これは偶然なのか？ガスト博士、どうして何も教えてくれなかった？どうして死んだ？声かけづらいよ。どうしよう、なんか、うわーって当たり散らされそうじゃない？大丈夫？なんか今絶対超デリケートな時じゃん。大丈夫？ごめんね、セフィロス。話しかけさせてもらうよ。大丈夫？一人にしてくれ。帰るしかないのかな。気持ちはわかるけど。それ以降、セフィロスは心霊屋敷にこもりきりになった。まるで何かに取りつかれたかのように、書物を読み漁り、地下室の明かりは決して消えることはなかった。かわいそうっちゃかわいそうだな。人間だと思って生きてきたんだろうね、セフィロスは。これ心霊式だよね。なんか音楽が不穏なんですけど。セフィロスさんの様子が変なんだ。それはもうずっとでしょ。今に始まったことじゃないでしょ。自殺してたりする？もうそもそもなんでこんなさ、屋敷にこんな
頭蓋骨みたいなの落ちてるの。やむよ。あ、あ、なんか怖い。くっくっく。どうした、どうした、どこにいるの。ちょっと様子を見させなさい。セフィロスどこ。誰だ。ふっ、裏切り者め。どうしたの、裏切り者。何も知らぬ裏切り者へ教えてやろう。この星はもともとセトラのものだった。セトラは旅をする民族。旅をして星を開き、そしてまた旅。星を開き。辛く厳しい旅の果てに約束の地を知り、至上の幸福を見つける。だが旅を嫌う者たちが現れた。その者は旅をすることをやめ、家を持ち安楽な生活を選んだ。セトラと星が生み出したものを奪い、何も返そうとはしない。それがお前たちの祖先だ。ん？セフィロス、昔この星を災害が襲った。お前たちの祖先は逃げ回り、隠れたおかげで生き延びた。星の危機はセトラの犠牲で回避された。その後でのうのうと数を増やしたのがお前たちだ。セトラはこうしてレポートの中に残るだけの種族となってしまった。それがあんたらどういう関係があるんだ。わからないか。2000年前の地層から発見され、ジェノバと名付けられた古代種。そしてジェノバプロジェクト。ジェノバプロジェクトとは古代種、つまりセトラの能力を持った人間を作り出すことだ。はあ、はあはあはあ。作り出されたのは俺だ。作り出された。そう、ジェノバプロジェクトの責任者、天才的科学者ガスト博士が俺を作り出した。そんなことどうやって。すごい大股ら揺れてる。セフィロス、邪魔をするの。俺は母に会いに行く。やばいやばいやばい。どうするの。母に会ってどうするの。ジェノバでしょ、あの強大な力の塊みたいな感じなんじゃないの。ってことはマコロに行ったってこと。青い人いない。大丈夫、やられてない。どこ行ったんだろう。嘘でしょ、ちょっと待って。ザンガン、お、あんたか。あんたは正気なんだろうな。それならこっちに来て手伝ってくれ。ちょっと、アホい人までやられてるじゃん。セフィロスがやったの。ザンガン、俺はこの家を見てくる。あんたはそっちの家を。この写真の人は。待ってよ、な俺死んじゃうの。セフィロス、セフィロスにやられてるの。そう、ここは入れない。みんな死んでるとか。ひどい、セフィロスひどすぎる。うわ、ちょっと、やばいやばい。突然そんな。一緒に生きてきた人をそんなに恨む。ティファとか他の人たちは。やっぱりここお父さんじゃん。なんかあの前頭痛くなって見たシーンだよ。パパ、セフィロスね、セフィロスがやったのね。セフィロス、そうじゃ、マコーロ、シンラ、全部大嫌い。ちょっと追っかけたら危ない。お父さん、ああ全然反応してくれない。なんでここにお父さんいるの。母さん、会いに来たよ。この扉を開けておくれ。
もう頭いかれてしまってる。よくもパパを、よくも村のみんなを。ちょっとティファ危ないよ。死んじゃうよ。ちょっと待って。嘘。ティファ。ピンチの時には来てくれるって約束したのに。今のやられ方死んだよね、絶対。状況が飲み込めない。死んでないよね。とりあえず追っかけるか。何これ。ジェノバ、母さん一緒にこの星を取り戻そうよ。俺いいことを考えたんだよ。約束の地へ行こう。セフィロス、俺の家族を、俺の故郷を、よくもやってくれたな。クックック、母さんまた奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識、そして魔法でこの星の支配者になるはずだったけど、あいつらが、何の取り柄もないあいつらが母さんたちからこの星を奪ったんだよね。怖い。でももう悲しまないで。狂気なんだけど。なってるの？ちょっとそれ殺してない？お母さん。こっちがお母さん？俺の悲しみはどうしてくれる？家族、友達、故郷を奪われた俺の悲しみは、あんたの悲しみと同じだ。クックック、俺の悲しみ？何を悲しむ？俺は選ばれし者。この星の支配者として選ばれし存在だ。そういう感じになったの？この星を愚かなお前たちからセトラの手に取り戻すために生を受けた。何を悲しめというのだ？天性の悪ってこと？セフィロス、信頼していたのに。いや、お前はもう俺の知っているセフィロスじゃない。どうするの？絶対勝てないって、あんなにボコボコになって。じゃあチカチカする。この話はここで終わりなんだ。ちょっと待てよ、続きはどうなったんだ？覚えていない。セフィロスはどうなったの？実力から言って俺がセフィロスを倒せたとは思えないんだ。そうだよね。公式記録ではセフィロスは死んだことになっていたわ。新聞で見たもの。新聞はシンラが出してるのよ。信用できない。俺は確かめたい、あの時何があったのかを。セフィロスに戦いを挑んだ俺はまだ生きている。セフィロスはなぜ俺を殺さなかったのか。私も生きているわ。なんだかいろいろ変。ねえ、ジェノバは？死んだビルにいたのはジェノバよね。シンラがニブルヘイムからミッドガルへ運んだのは確実だな。その後また誰かが持ち出した？死んだビルからはもうなくなっていたわよ。セフィロス？が、わけがわかんねえ。俺は行くぜ。考えるのはお前たちに任せた。おい、クラウド。出発の準備を整えろ。ちょっと待て。ついたかないよ。何をためらう？セフィロスが約束の地に向かうのを黙って見ているのか？セフィロスもシンラも約束の地には行かせねえ。行かせちまったら取り返しのつかねえことになる。俺にわかるのはそれだけだぜ。
素晴らしい。それだけか。やれやれ。いいじゃねえかよ。それで十分だぜ。やれやれ。ねえクラウド、セフィロスに切られた私はどんな風だった？もうダメだと思った。悲しかったよ。いや、あの切られ方絶対死んでるよね。ティファも覚えてないの？私、古代種、セトラ、ジェノバ、セフィロス、私。いやいやいや、行きましょう。バレットが待ってるわ。エアリスやばくない？精神的に。実に興味深い話だ。どうしよう。重たいよ。エアリス大丈夫？私エアリスの立場だったら死んじゃう。これ、いやーどうしよう。この話を聞くとなおさらエアリスは一緒にいなきゃだけど、ティファも心配だな。ティファ生きてるのかな。なんか一回死んでるんじゃないのこれ。